お疲れ様ですローランドさんですかローランドさんって以前あの中国人の方をなんか誘致してねまあいいでしょうこの話はね、うん、この話はちょっとやめておきましょうかローランドさんねいろいろと、うん、黒い噂が <laughs> 真実になりつつありますけどもまあいいでしょうあの今回ねトム・ハンクスさんですねトム・ハンクスさんがこんなこと言ってますいや難しくなかったらみんなやってるだろうと大変だからこそ偉大なものになるんだ 何かを目指そうとする人って大変なことを避けては通れないと思うんですよでその大変なことを乗り越えられないから平凡で終わる人とそれを乗り越えてまあトップに立つ人地位を築く人がいるんですよねで俺は目指すんじゃない目指されるんだっていうローランさんの言葉っていうのはまさに自分が従えるのか従っていくのかによると思うんですよだから小さな組織小さなお城といえどもそこの城主になること主になることっていうのがスタートラインなんですよね 誰についていこうかなじゃなくって自分がどの道を先導していこうかなっていうところなんですよそこが就職する人と自分で起業する人との大きな差になるんじゃないかなと思いますでも同じ人生同じ環境に住んでいて同じような教育を受けていてなぜね従うものとは従われるものに分かれるのかなってことなんですけどもたった一人でもいい導いてみると分かるんですよたった一人でもねそれが理想的な 導いた結果にならなくても誰かに対して責任を持って背負ってみるってことですか背負ってみるってことそれをしてみると自分に傾けるエネルギーよりも他者に傾けるエネルギーのねそのまあ矛盾とか行き違いとか達成感とか様々な感情をそこに持つことができるんじゃないかなと思うんですよだから自分の身を立てることってそれほど難しくないですよ誰かの身を立てることっていうのは これは他者の意思が介在するんで非常に難しいですよねでもやらなければならないでしょ誰かを導いていかなければもうお互いいい年ですからねうんだからじゃないですかドリームアカデミアにしても即下塾にしても塾生さんが入ってくればそれなりに重い責任がかかりますよねでもその責任をしっかりと受け止めてそれなりの対価をいただく 責任を果たすべきギャラをいただくただ単純に楽に設けてるわけじゃないですよね。やっぱり、誰ににもできなないいこことととをやろうとしてるる意思がそこにあるのかなと思いますまだね、私たちは誰でもできるレベルのことしかやってませんけども、ただ、誰もがやらないところまで来てるんではないかなと思います。まさに凡事でって、誰もができること、誰もがやらないレベルまでやっていくってことですよね。いってらっしゃい。